ね、父さ、リュウシン君とくさし君にさ、うん、はい、アホほど聞きたいことあるんじゃないの？あ、そう、うん、なんかバツンとバツンと切っちゃってくださいよ。もう昨日聞いたじゃん、あのもうリュウシン前から聞いてるし、うん、ミニミニラジオも昨日聞いたでしょ、うんうん、ありがとうございます。バツンとバツンと言っちゃってくださいよ、もう何でもいいですよ。へこみますから、うん、バツンとっていう、そんなバツンとっていう、バツンと言っちゃっても別に流進どうじゃなくても、うん、耳じゃなくてもいいけど、うんうん、アーティスト、歌が流進と、うん、曲か、うん、徳差健吾にバツンと、なんだろう、でもそれはもう感想、なんか見た作品の感想とかはもう、うん、だからお伝えしたので、うんうん、とかほら来てもらういただくわけでしょ、はい、アクターとしてさ、はい、来ていただけたらいいなと思ってるんですけど、うん、まあ、説明がちゃんとできてないですもんね。し、バツンとも言ってない、バツンと言わなきゃダメなんですか、これバツンと言わない、そう、挨拶だから、挨拶、そうそうそう、バツンと、バツンさよね、バツンと、あ、ちょっとでもとりあえずリュウシン君の、はい、つい最近の放送の、うん、あの有名になりたい女の子、はいはいはい、うん、でもそれだけバツン、バツンとじゃないですけど、うん、あの時結構リュウシン君意地悪な感じで、あ、もう散々今話したのですよね、だから意地悪だろ、それ意地悪でしたよね、あ、意地悪リュウシンだと思って、うん、今回はいや、もうそう言われたらもう返す言葉ないからな、あの、あれはこう先輩としての感じなんですか？いや、先輩って感じでもないよ、だってもうね、学科も違うし、うん、あんまり仲良くない、いや、初対面、あ、うん、うん、そこは僕も悪いことしたなと思って、うんうん、脈絡としては僕の、まあ、後輩なんですよ、あ、僕の友達なんですよ、うんうんうん、後輩っていうよりは有名になりたいならで、僕結構彼女とは差しでもそうだ、バカ笑い、バカ笑いするんですよ、そうだろう、で、リュウシンとは、まだ3人で会ったことはあるんですよ、3人、4人で、クジさんとかと、うん、でも、まあ、ほとんど僕と喋ることになっちゃうから、うん、まあ、そここはなかったわけですよ、うんうんうん、である日、うんうん、その、まあ、食事しながら、うんうんうん、またバカ話、僕は彼女がそのもうかぶった話になっちゃって悪いんだけど、あの、明らかんとお前作曲どうすんだとか、徳田さんどうすんですかって話で、私はとりあえず有名になりたいっすって、うん、その明らかんとした感じが、うん、むしろいいと思ってたんですよ、あ、なるほどなるほど、うん、そのなかなかいないですもんね、そのことを言える人っていうのは、なんかあのね、本当に同じ話なんだけど、うん、いやそんなのアーティストじゃないよとか、うんうんうん、あのいや自分の道を突き詰めるのが本当のアーティストでしょ、うんうん、みたいな空気が大学は多いんですよ、うん、そんな中、まあ、自分は有名になりたいと、うんうん、とりあえず自分の名前をちゃんと世間にアピールしていきたいっていうスパーンと言っちゃった時に、うんうん、すごい、ね、大学的には目が点になるわけですよ、うん、その飲み会的な場で、うん、どうしたいの、いや俺やっぱ自分の画風を確立してとか言う人がいれば、うん、俺だけにしか作れない映画を作りたいとか、うん、そういうこと言う中、いや私は有名になりたいって言っちゃった時の、うん、てんてんてんかが僕は面白いと思うんですね、それは思った、私もそれは思った、で面白くて、その時も、うん、やっぱりもう言葉が被るんですけど、うん、有名になりたいと、うん、言うが言ってて、そこはもう信念なんです、おもろいなと、おもろい返しでお前有名になりたいんだったら流進堂行けと、そのめちゃくちゃな有名、まあね、別に悪い意味で言うんじゃないんだけど、その有名になれるわけもない、まだ別にメジャーでもない流進堂に行ってみっていうシャレだったんですよ、はい、そしたら次の日実行しやがって、うん、メールしたんですか、その彼女が、うん、しかもなんかね、僕が悪いことに、その、まあ、流進とは言ってみても初対面みたいなもんだから、おもろいメール書けと、うん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 、なるべく長くて、うん、バカみたいなメール書けと、流進絶対反応してくれるから、そんなこと僕が仕込んだんですよ、仕込みですね、はい、しかも理由が有名になりたいから流進と出してくれっていうめちゃくちゃなこと言えって言ったら、次の日出して直で流進から電話来て、電話っていうかメール来て、変なメール来たんだけどって言ってあのゆうちゃんだよねで僕一応謝って、お前もそれ俺が仕込んだわって言って、あったってよって言って実現したんですよ、だから僕それちょっと責任の一端があるんで、責任ってこれなんかダメなの、今良くないこと、良くない責任がね、ことに なっちゃってるけど、そんな良くないことでも、いやだからもし流進がそこで意地悪な印象をもし与えちゃったんだったら、そこは俺が無理やりセッティングしちゃってるところがあるから、なるほどなるほど、でもフォローとしてはそんな意地悪じゃないんだよね、うん、いやただ僕は自分が有名じゃないから、うん、あんまりその
助けてあげられることもできなければ、うん、彼女みたいに有名な路線を目指してないから、うん、ノウハウもないし、うん、どうしようって正直困った正直困った感じ、なんで来たんだろうみたいな。だから龍心君的にあれはめちゃくちゃ真面目に真摯に答えた結果だったって、ね、そっか、だって、うん、僕テレビを見ないからテレビの話さえって本当に分かんないんですよ。テレビの話とかするんですか。いや彼女がもししたとしても全然その僕にとっては答えのない問いがこっちに来るわけで、うん、だからまあ僕としては割と自分の正直な意見を言ったつもりだったんですけど、まあ、一般的にはちょっと意地悪な感じに聞こえちゃったかもしれないなと思ってて、うん、後で編集してた時にやっぱりちょっと声色があんま楽しそうじゃなかったから、うん、自分の声が困ってたんですか。困ってたっていうか、だって僕にの方に来てもあんまり解決にはなってないその問いの、有名になりたいという、で一緒に考えるくらいじゃない、提案はしてたよね、してたけどね、まあそういう回もあるってことだから、詐欺と詐欺で取りましょうユーも私も入れていただいて、地方テレビ局狙ってけっていうのは面白かったな。うん、でもあれ面白かったよ、でもそれ確かにね、具体的なアイデアだ、でもその後ね、本人からの連絡が一切ないから、その彼女自身の反応は僕分かんないんだよね、だからあの放送をしたことが彼女にとって良かったのか悪かったのか、嬉しいのか悲しいのか、メリットがあったのかなかったのか全く分かんない、まあ少なくともミクシーへのリンクもまだ貼れてないので、まだ連絡がないので、まあ貼れずと、親交が深まったと、龍心という人間と、ね、面白かったと思いますけど、まあこんな感じですね。徳田氏あ、でも僕はね、まだそんなアップもしてないですからね、でもね、音楽は聴いて一発で大好きになってた。あら、ありがとうございます。まずデジタル音楽を聴かせていただきますね。出れるな、出れますよね、それはね、この文学ハウスは、そうだ、文学ハウスちょっと最初わからなかったんですけど、なんだこれと思ってなんなんだこれで終わっちゃったんですけど、聴けば聴くほど結構おー、ありがとうございます。っていうなんか変、なんか今までにない感覚があるなんか妙な元気づけられるところありました。まああれ言ってる言葉は自分が考えてるわけないですからね。でも好きな これを組み合わせてっていうのは、まあね、好きな言葉はファンの人の言葉ですからね。てかその徳佐志くんの、その俺がその文化カオス面白いって連絡した後の返しのメールが頭が下がったんだよね。あれが面白いとしたら小林秀夫氏のおかげなんですよっていう。いやそんなの普通じゃないですか小林秀夫を丸々持ってきてるんですから作るも何も、もうどんコピペで、コピペどころかあのペーストしてないですよ、持ってきただけですよ小林秀夫さんのおかげだと。でもやっぱ構成はちゃんとしてたじゃん、そうだよね、まあそうですよね。ちゃんと質疑応答 あのちょっと頼りなさそうな緊張しまくった人の、ちなみにあれは丸々ですか、丸々、要するに質疑応答っていうシーンがあるんですよ、講義が終わった、でもそこにジャーチャーチャージャラチャーって入れたでしょ、入れたのは徳佐志くんでしょ、はい、あれプッチーニなんです。プッチーニ、プッチーニのトゥーランドットってあるじゃないですか、トゥーランドットして有名な旋律があるんですけど、それの問いかけのシーンなんですよ。あー、ほらほらほら、面白いね、面白いね、ネタが分かると面白いんだよね、僕は音楽だけで、音としてしか聴いてないけど、その徳ちゃんが説明すると、あーそうだったのか、お姫様が3つの謎に答えてみろっていう結構緊迫した場面の最初の入ります。そうなんだ、それを質疑を取るんですか。